ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。長い旅路の終わりに至りついて、したり顔にも見える、しかめ面にも見える。砂浜に打ち上げられて、ゆっくりと乾いてゆく流木。ささくれだった肌、生ハゲの肌。磯を歩く鳥は、横目で睨んでゆくだけ。寒い西風は、真っ正面から、ドンと突き当たって、舌打ちをしてゆくだけ。そんなはずはない、そんなはずはない。俺は叫んだ、叫んでやった。竹中育、詩集、その他より、流木、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。砂浜に打ち上げられた流木を歌ったものでございますね。どのように、この砂浜へたどり着いたかはわからないが、流木が一つ打ち上げられている。その表面についた無数の傷が、これまでの厳しさを物語っている。ただ、その流木は、鳥に、風に邪魔者にされて、ただ置き去りにされるだけ。まるで、流木のこれまでに、何の意味もないかのように。自身と、その流木を重ね合わせて、きっと意味はあると叫ばずにはいられなかった。人の人生にはきっと意味があると信じたい心の叫び。それが遥かな遠くから聞こえてくるような詩でございますね。人生に意味を求める非常に重要で大事なことでございます。しかしながら、どこに重点を置くのかで求めるものに違いが出てくる。自分の心、周囲からの評価、会社の業績、著書の数などなど様々でございますね。他人から見れば充実した人生かもしれないけれども、空虚に感じている人もいる。不思議であり、難しいものでございますね。まあ、かの青い鳥のように、実はもう持っているのに、気づいていないだけかもしれません。意味を失ってから、意味を持っていた幸せに気づく、そんなことはないようにしたいものでございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手はことの葉葵でした。ことの箱書道。